パーサーレーナーのゆうじです。今日はね、筋トレ中やるべきことやっちゃいけないことということで、まあ、筋トレそのもの、エクササイズそのものではないんですけれども、これを知っておかなければ、かなり大存するというお話なんですけど、筋トレ全般に共通する話ということになってきます。 結構ね、多くの人がやってしまいがちな、やっちゃいけないことなんですが、これをどういうふうにやっていけばいいかということをね、いくつか挙げていきたいと思います。一つ目はですね、呼吸を逆にやらないということです。呼吸ですね。呼吸は基本的にはまずルールがあります。これは基本的に筋肉が収縮するときに吐く。そして筋肉が伸びるときに吸うです。筋肉が伸びるときに吸う。まずこの基本的なルールがあります。これはどのエクサイズでも同じです。たとえね、スクワットとかランジみたいなものでも、 立ち上がるときに筋肉が収縮しますから、その時に吐きます。降りるときに、下がるときに筋肉伸びますから、その時に吸っていく。まずこのルールは絶対ということですね。で、これは逆はやっちゃいけないということ。まあそういうね、基本的な数拍のルールっていうのはあるんですけれども、これをね、さらに微妙なちょっと違いがあるので、少し分類分けしたいと思うんですけれども、一つはプル系と単関節系というグループ。もう一つはプレス系と複合系というグループ。この二グループに分けていきたいと思いますね。 でこの2グループでタイミングを少し変えていきます。 一つ目のプル系、単関節系ですけど、プル系っていうのは引っ張るということですね。引っ張るということで、例えば、ラットプルダウンで引っ張る、懸垂引っ張る、あるいはベントオーバーロー、バーベルとかで、ね、ダンベルこう引っ張る、この引く方をプル系。あるいはこういうアームカールとかもこうプルという感じになってきますけど、こ,のこれをプル系と言います。でもう一つの単関節系というのは、今の背中とかいろんな関節を使っていくことはありますけれども、単関節系は一つの関節だけを使っていく。まあ今のアームカールもそうですけど、 逆の三頭筋でもそのいろんなエクササイズがあります。いろんなエクササイズがある中で、一つの関節だけを動かすようなもの。このケーブルプレスダウンだとか、キックバックだとか、一つの関節だけを動かすようなのを、単関節系と言います。肩でもサイドレーズというのは単関節系になりますね。こっちはプレス系になってしまうちょっとグループが別になるということです。で、このプル系と単関節系においては、 収縮の始まりから吐いていく。伸びる始まりから吸っていく。とにかく筋肉の収縮、伸びるという、このタイミングと吸う、吐くっていうのは全く同じタイミングでやっていくということですね。吐く、吸うというのは全く同じタイミングでやっていくということですね。背中の場合にラットプランケーケ検の場合、もうこのタイミングから吐き始める。ね。ここから吐き始める。この弁当バロー系でもここから吐き始める。 これをここから吐き始めなければ、うーっと吐けてなくって、っ <laughs> とこれ入っちゃうわけですよ。そうすると力が抜けて、緊張がほどけて、負荷が逃げちゃうわけですね。だからそういう風にならないように、始めから、最初から吐き始めると背中目いっぱい収縮できます。収縮し始めから息を吐き始める。収縮し始めから息を吐き始める。で、そうすると、今度戻る時の、ふっと伸びる時にスーッというのが伸び始めからできるわけですね。肝関,関節剣も同じ。収縮し始めから吐く。 収縮し始めから吐く。収縮し始めから吐く。という感じ。そうすると、吸うときにこっから、と捨てるんですね。これが、うっと吐けてないと、ここでまた <laughs>、と、この、吸うべきところで吐いちゃって力抜ける。こうなっちゃうので、プル系と単関節系は、動きの最初の始めから吐く。ということ。そして、伸び始めから吸う。ということこう。こういうルールになっていきますけど、今度は、プレス系と複合系というもう一つのグループになると、ちょっとね、考え方複雑になります。基本的なルールは同じなんですけれども、 ただ、プレス系、複合系っていうのは、ぐっと踏ん張る感じがすごい必要になってきて、ここで踏ん張らなければ力が出ないというタイミングがあります。ベンチプレスなんかでも、ここでね、うっ と踏ん張るのるこの一番最初から吐いていくと正直言って最大の筋力が出にくいんですね。実際に呼吸を一回止めといて、上半分で吐くという感じ。で、吸い始めいいんですけど、吸い始めて、下半分では呼吸を止めといて、呼吸を止めて、押して、下半分を過ぎたら吐くという感じなんですね。ショルダープレスもここから入ってしまうと上の辺で呼吸が辛くなって、呼吸を持たないとかいろいろあります。で、踏ん張りも一緒です。なので、これも下半分では,はまだ吐いてなくて、上半分で半分過ぎたら吐いていく。上半分で吸って、 で、下半分は止め玉下半半半分分分はは止止止めめめ上吐く、く吸う、止めるといい感じになっていくスクワットも同じですねスクワットも降りていく時は吸い始める時は下半分では止めといて止めといてで下半分では止めといて上半分行ったら吐くというそういう感じになってきますのでプレス系複合系では下半分は呼吸を止めるで上半分のとこでねこれだけある上半分のとこで吸吐くここは止めて止めて吐くという感じになってくる。 ここをね、ちょっとね、覚えておいてほしいと思います。そして次にね、やっちゃいけないことというのが、きつい時に目をつむるということね。特にね、ショルダープレスとか結構ありがちです。きつくてきつくて、うーっとこうやって目つぶっちゃうと、目つぶっちゃダけです。絶対に目をガッと見開いて、ぐーっと見ていかなきゃダメです。これ理由はあります。え、一つは見て修正ということね。見ていかないと、ね、鏡があって見ていかないと、自分がね、こうやってずれてる、ダンベルがずれてる。 あるいは斜めに出るということは分からないので、目で見て修正することが必要なんですね。それは、あの、鏡がないベンチプレスとかダンベルプレスも、 目を閉じたら、これも全然どこ行ってるか分かんないです。なので、チラッと目で見ながら、目で見ながら、これが左右のブレがないかとか、片方だけずれてないかとか、をチラッと目で見ながら、やっぱりやっていく必要はあるんですね。だから、きつい時に目をつむらないので、目で見て修正ということが必要になります。それと、見てなくても目を開けてるかどうかでバランスコントロールができるんですね。あの、よくある、形で立って手を上げて目をつむって、キープできますかというのも、まあ、あれも目で、 で、遠くの景色を見ながら修正もしてるんですけど、自分自身を見てるわけではないですね。自分自身を鏡で見てるわけではなくて、でもそれでもバランスをコントロールしてるわけですね。なので、鏡がない自宅でトレーニングしていたとしても、目をつむってアーム変わるとかやってるや目を開いてやってた方が絶対多分バランスは取りやすいです。体のバランスも取りやすいです。コントロールを効きやすいです。もうサイドレーズなんかやっても全部同じですね。バックランジも、バックランジ目をつむらないか。 サイドレスはグースでぐーっと目をつむったりしないで目を目を開けてそのままやっていくということは自分を冷静に判断して修正とコントロールできるので絶対に目をつむらないでくださいね。まあ、あの、まばたきだけでまばたきだけやって基本的にはぐーっとつむるのはなしということです。これはやっちゃいけないということですね。それから、ジムの話になるんですけれども、ジムでマシーンを待つということはやっちゃいけないです。これね、あの、まあ、ジムだから当たり前じゃないのって感じですけど、ジムでマシーンを待つのはもうやっちゃいけないです。これもう待つだけ時間の無駄です。 ね、そのために他のエクササスもやっちゃった方がいいです。待ってるんならね、同じ筋肉の違うエクササスでやっていくというふうに、もう時間を取にかそこを使わないです。無駄になっちゃうから。で だから、そのために自分のレパートリーを増やしておくんですね。レパートリーがね、その筋肉体制1個か2個ではなく、5個も6個も7個もレパートリーあれば、もう今日はこれでやめた。違うエクササイズやろうという感じで、違う刺激を与えるいいチャンスにもなりますので、なので、レパートリーを増やしておいて、もうマシンを待たない。違うエクササイズすぐ入るってことは一番ベストだと思いますので、マシンを待つということはもうやっちゃいけないこと。ということですね。そしてあともう一つなんですけど、インターバル中にスマホを見ない、スマホを触らないということです。 まあ、スマホを触っていると、まあ、人の迷惑になるというのはあるかもしれないですけど、これはね、ジムに限らず、自宅でも同じなんですね。これは人の迷惑になるんじゃなくて、自分の迷惑になるんですよ。筋トレっていうのは、自分の体と対話する時間であって、外と対話する時間ではないんですね。インターバルっていうのは、ただ休憩をするだけの時間ではなくて、自分の心拍数の上がり具合、下がり具合、これを感じて、次のセットに行くベストなタイミングを探る時間なんですね。 どの辺まで来たらどの辺の心拍数ほどほど落ちてきたらじゃあいけるかなっていう感じで行く。そこを感じていくのがインターバルであって、それをスマホやってたらそのことは一切関係なく、ただただもう心拍数落ちまくるだけなんですね。それはベストではないということ。それからインターバルは今日の体調とか具合を感じ取って、今日のトレーニングはね、この後がね、いつも通り行けるか、上を狙うのか、あるいはちょっと下げていくのか、というのを考える時間なんですね。自分の体の調子を感じる時間なんですけれども、 でもこれをまた外と繋がってると、外のことが自分のことは感じなくなってしまう。そうするとトレーニングの中身はいいものにならないですね。その日の調子を感じる。これも大切なんですね。それと、インターバル中は、 今やったセットでうまく効かなかったらどういう動かし方をすればいいのかを考えて鏡の前でねこうやってもう一回動かしてみるということをやってみるんですね。それによって次のセットの準備をするわけです。今のセットはなんかうまくいかなかったけれども次はじゃあちょっとこの辺でちょっと5ミリくらいこうやってみようちょっとこういう風にやってみようかなということを考えて次のセットにうまく活かすための時間なんですね。だからそれを前もって考える時間ということ。 あるいは、一つのエクササイズが終わって、次のエクササイズ行く間のインターバルでも、ね、例えば、ショルダープレスでやりましたら、次にサイドレーズに行くという場合に、サイドレーズの動きというのは、ダンベルなしで動かしてみて、関節の動きを確認する。でそれも一つの怪我、怪我防止になりますから、そういうことをやっていく時間ではあります。 あとはね、インターバルで次のエクササイズで、ね、ジム、ジムの話ですけども、次のエクササイズで空いてるマシンとかキッが空いてるかどうかを見計らいながら、今やってるのをどのぐらいで終わらせようか、もう一度やったやろうか、ちょっと早めに行ってもう空いてるから行ってし、行こうかとか、いうのをね、見計らう時間でもあるので、まあ、外と繋がってる時間ではないということですね。 本当にね、このインターバルもそうですし、トレーニング自体もそうなんですけど、自分の中身ねもう筋肉細胞とか筋肉とか骨とか、まあそういったものとか調子を感じていくもので、まあ僕はね、筋トレというものは本当に瞑想だと思ってるんですね。瞑想というのはなんかこの辺で感じる感じですけれども、 自分自身の全部を感じていく、そういう時間だと思いますね。これは本当にね、筋トレのレベルを上げていくというのは、もう瞑想に近づくということだと僕は思ってますので、えー、その辺ね、自分に向き合う時間ですから、スマホとか外の世界と向き合わないで、時間を大切に使っていきましょう。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタ、ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーサートレーニングのうじでした。Go! Go!